あぶねえ、ラス1だった。どうも皆さん、こんにちは、大江さんです。今回は比較的初心者の方向けの解説動画になるんですが、瞳デカールの貼り方についてご紹介したいと思います。というわけで早速開けていきましょう。今回例として使用するキットはガンナー。使用するデカールはガンナーと同時発売されたガンナー専用瞳デカールセットです。ガンナーと同時発売だったはずなんですけども、置いてる店がなくて探すのに苦労しました。皆さんのとこには置いてましたか？デカールの内容はこんな感じ。ガンナーちゃんのデフォルトである赤色っぽい目のほか、いろんな色の瞳デカールが入っていますので、好みの色を選んで貼ることができます。あとは眉毛や頬のチーク、口などいろんなデカールが入ってます。あれ？口なんてどこに使うんだろうって思ったんですけども、今回ガンナーちゃんに入っているミト層のフェイスパーツが口のモールドも何もない完全なのっぺらぼうなんですよね。なのでこれに貼ってあげる感じですね。というわけで早速作業に入っていきましょう。まずはフェイスパーツの下処理から。顔の側面にはパーティングラインがありますので、これを削ぎ落として綺麗にしていきます。やり方は人それぞれだと思うんですけども、僕はデザインナイフでカンナ掛けしてざっくり削り落とした後に1000番のスポンジヤスリで磨いて丸みを取り戻しつつ表面を綺麗に仕上げるって感じで処理しています。で、一応全体的に3000番のスポンジヤスリで軽く磨いておきます。もしかしたらパーツ表面には金型の離型剤が残ってるかもしれませんので、それを落とす目的で軽く磨きます。中性洗剤で洗うのでも離型剤を落とせますので OK です。今回はね、洗浄を触りましたので表面に削りカスを残さないようにちゃんと綺麗に拭き取っておきます。ティッシュもね、ヤスリみたいなもんなんで結構これでね、光沢が戻ってきます。じゃあデカールを貼っていきましょう。今回はこのウインク顔が可愛いのでこれを作っていきましょう。では用意する道具をご紹介します。青い瓶のマークセッターと緑の瓶のマークソフターがあるとデカール作業がやりやすいです。青のマークセッターはデカールをしっかりと定着させる接着剤の役割を持ち、かつデカールを若干柔らかくしてくれますので、平面だけでなく曲面にデカールを貼る際にも重宝します。緑のマークソフターはデカールをめっちゃ柔らかくする役割を持っており、今回は使ってませんが、きつめの曲面や角張った部分にデカールをなじませる際に使用します。では使用するデカールをカットして切り出していきましょう。ウインク顔は複数のデカールを組み合わせる感じで作ります。では実際にデカールを貼っていきましょう。デカールを水に浸して濡らしたら、スポンジやティッシュなどにデカールを置いてしばらく放置しておきます。新品のデカールなんで1分ほど放置すればデカールから台紙が剥がれるようになります。まず青のマークソフターを先にフェイスパーツに塗って、その上からデカールを乗せていきます。複数のデカールを組み合わせる際はバランスをね、取るのが難しいので、一度に全部乗せて位置調整していくと失敗しにくいかなと思います。綿棒で水分を吸収しながら位置を調整していきます。調整中にデカールが動かなくなってしまったら、マークセッターを再度塗ってデカールを浮かして調整していきます。ある程度位置が決まったら、髪の毛を組んで位置が変じゃないか確認します。最終的にこの髪を組んだ状態で位置を微調整してあげれば失敗しにくいんじゃないかなって思います。はい、というわけで大失敗したので別のデカールで再挑戦しました。偉そうに解説とか言ってる僕も全然失敗しますので、ご視聴いただいている皆さんも失敗を恐れず挑戦してもらえればと思います。というわけでこんな感じになりました。位置はね、なかなかいい感じじゃないかと思います。この状態だとまだデカールを貼った感が出てしまいますので、ここから印刷されたような見た目にするために処理していきます。デカールが十分乾燥したら、ラッカー系の光沢クリアを拭いていきます。エアブラシじゃなくて缶スプレーでも OK です。で、気をつけていただきたいのが、クリアは乾燥が遅いので一度にドバッと拭いてしまうとデカールを傷めてしまう場合がありますので、最初はさっと拭いて早めに乾燥させてデカールの保護膜を作っておくといいです。
その後何度もクリアを拭いて厚めの層にしていきます。僕の場合ですが、一目でカールを貼る際は7回から8回ほどクリアを塗り重ねます。厚めのクリア層を作る理由は後ほど解説します。というわけでこんな感じでテッカテカのフェイスになりました。光に当てるとわかるかなって感じなんですが、だいぶデカールの段差が目立たなくなってるのが伝わるかなと思います。ここから艶消しを拭けばほぼ段差はわからなくなるんですが、今回はその前にもう一工夫しておきます。こちらのスポンジヤスリですね、2000番から1万番までのスポンジヤスリが入っているんですが、今回は8000番のヤスリを使って表面を磨いていきます。ヤスリを水で濡らして、あまり力を入れずに優しく繰り返し磨いていきます。するとデカールの段差が滑らかになり、見た目ではデカールを張ったかどうかほぼわからなくなります。クリアの層が薄いとこの作業中にデカールを削ってしまうため、先ほど厚めにクリアの層を作っておいたんですね。こんな感じですね。クリアの乾燥が不十分だと層が崩れてデカールの形が崩れますので、最低でも1日ほど放置してしっかり乾燥させてから研磨作業を行ってください。で、今度は艶消しを拭いていきます。この状態まで持っていってから艶消しをすることで印刷したみたいな状態になってくれます。はい、こんな感じです。もうね、デカールを貼った後は全く見えませんね。かなり綺麗に仕上がってくれました。なかなか可愛いですね。で、こっからね、もう一工夫します。こちらのウェザリングマスターの H セットで頬にチークを入れていきます。使うのはピンクですね。何度もこすりつけて色をのせていきます。艶消しをしない状態では表面がツルツルで色がのりませんので、チークをのせる場合は艶消しをした後から行いましょう。のせすぎたかなって思ったらティッシュで軽く磨いてぼかしながら好みの具合になるまで微調整していきます。はい、こんな感じになりました。この後チークを保護するために再度艶消してトップコートしたら作業完了です。そんな感じで瞳デカールの貼り方の解説でした。参考になったと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。